ザクソンの、クーロン。いや、エデンにある全ての この電脳世界の創造主が理想とした空間であり、今よりもはるかに自由で解放された場所であったという。しかしそのアンダーゼロは、エデン発足と同時に接収されて、今では世界最高レベルのセキュリ。アンダーゼロは我々の理想郷は、エデン最古のサーバー、我々ハッカーの手で、エデンに新たな秩序をもたらすために。 我々ザクソンは今より聖地アンダーゼロの奪還を宣言する。志を同じくする者がいるならば目指せアンダーゼロ。 いきなり何言い出すんだあいつ。この祭りはクーロンの歴史に残る大事件になる。フェイ、ザクソンは何考えてんだよ。 アンダーゼロにお前らだいぶ分裂で、ごたついてたばかりの。だからこそよ、今こそこれが成功すれば。それならなおさらあそこはやめろ。そら、アンさんがロートルのハッカーでも、あいにくマッチめ。そういう問題じゃねえんだって。おじけづいたなら、言ってくれるよな。一つだけ教えろよ。本当に、ん？ いや、なんでもない。悪い、ちょっと先に店に戻ってる。なんや、どないするつもりや。周りを見てみ。ユーゴの演説、俺鳥肌立っちまった。すっげえな、ハッカー総出で。ここで実力を示せば 一気に名も挙げられるしな。クーロンや他のチームも、アンさんが一人前のハッカーなら、ユーゴ班の言葉はアンさんのここにも。 この前置き去りにしてくれた罰だ。Kカフェでなんかおごれよ。
冗談だって。そんな落ち込まなくても。なんかあったのか？話聞くぜ。なるほどな。言いにくいけどさ、リュウジってやつ、そうじゃなきゃお前に話すはずだろ。言えないってことはつまなあ、もうハッカーチームなんてやめろよ。あいつらお前の弱みにつけ込んで、お前をいい、結局お前のことも信用してなかったんだ。そんなに落ち込むなって。なんか俺がいじめてるみたいだろ。そうだ、ここは俺がなんかおごるよ。一番高いコーヒーって1万円以上するじゃん。いや、でもそれでお前が元気を出すなら、俺と話したら元気が出てきた。あのさ、実は俺、どうした？顔色変えて。 K からのメッセージ。おい、俺にも見せろよ。保坂って、これ個人がデータを管理するためのファイル。どうする？決まってるか。行くんだよな。だろうと思った。今度は、滋賀の時は何もできなかったけど、今度こそ俺なりに準備をしておいたんだぜ。お前ほどじゃなくても立派にコンピューターカウボーイな。何って、お前な、人がせっな。連れて行ってくれ。俺たち親友だろ。サンキュー。何しに来た、真田。ユーゴの演説聞いただろ。それがどうした？どうしたじゃねえよ。アンダーゼロがヤバいのは俺たちが一番。力を貸してくれリュウジ。ダチが巻き込まれそうにな。今他の仲間にも声をかけてる。ハッカーたちを止めるんだ。お前に呼ばれて集まったのか。ああ、少ないけど何人か。頼む、ここでお前と千歳に来てもらえる。俺のたち、ちょっとつうかかなりバカなんだけど。俺がお前に戻ってきてくれと頼んだとき、やりたきゃ一人でやれ。許しちゃもらえねえって。わかったよ。
さあ行こう。さあ、行こう。さあ、行こう。開始だ。いっけみんなのおかげだよ。
開始だ。みんなのおかげだよ。なんとかなったね。開始だ。なんとかなったね。
私たちならきっと。行け。ごめんなさい。仕方なかったの。やりましたね。